Thank you.
1曲目、The Life of Riley、メソリストを紹介します。オントモ、オトムラ・ケイト、オン・ドラムス、クロスワー・コーター。続いて2曲目、ツイ・アメリカン・エクスプレス、メソリストを紹介いたします。オン・ソバラン・サックス、古川千鶴、テラサックス、井上雄平。さあ、みなずきストリートいよいよ最後のバンドとなりました。最後を飾らせていただきますのは、私たち神戸大学神戸マゾックジャズオーケストラです。お願いします。ありがとうございます。さあ、というわけで、このみなずきストリート、神戸大学軽音楽部ジャズが毎年みなずきの主催しているストリートライブなんですけれども、今日も朝10時から、いろいろな今後の演奏だったりを、お届けしてまいったのですが、なんと、みなずきストリート次の曲で最後となってしまいました。というわけで、最後お送りしたいと思います。その前にソリストを紹介させていただきましょう。オン・テナーサックス、オーディオサックス、黒川優斗。マジ、オンピアノホルデー、ハットリカエレ。マミ出してね。というわけで、皆さん準備は大丈夫ですかね。というわけで、本日も暑い中、我々神戸大学軽音楽部ジャズの演奏をお聴きくださり誠にありがとうございました。それでは最後やらせていただきたいと思います。 All on meThank you.
ありがとうございます。アンコールご用意しております。それだけですね。はい。それとだけで、準備の、おしゃべりするんですけれども、本当に本当に次のアンコールで、我々神戸大学慶応学部ジャズの演奏は、終了となってしまいます。皆さん、どうでしたでしょうか。楽しんでいただけたでしょうか。ありがとうございます。もうちょっと準備が最高なので、ちょっと喋らせてもらってですね、来たる6月23日日曜日ですね、6月23日日曜日にですね、阪急六甲駅から徒歩1分のところにある神戸オールウェイズ、という、ライブスタジオでですね、大阪大学のニューウェーブジャズオーケストラというのは、これまた大阪大学の看板ビッグバンドがあるんですけれども、私たちマソックとニューウェーブの、対バンライブが、夜から行われます。もし本日演奏を聴いていただき、いいなと思った方がもしいらっしゃいましたら、ぜひ公式 SNS、Twitter、Instagram、X、Instagram などなど、やっておりますので、ぜひチェックしていただけると嬉しいです。さあ、というわけで準備できましたかね。できた。というわけで、ありがとうございました。最後の曲、アス。
以上をもちまして水無月ストリート終了となります。本日はお足を運んでいただき誠にありがとうございました。